はーい。今日は早い時間やくないから見えちゃうか。あんまり得意ちゃうけど、まあ仕方ないか。風呂入ってからに決まってるやろが。予約してくれたらなんぼでも見せるから、そんなこと聞くなや。ここでそんなこと聞くやつには絶対しやん。予約してから言え。背中です。まあ責められてもあんまり被害ないところにしとくのがいいからね。ふう、やっと終わった。呼ぶ気ないのにチャットだけしたい。かまってちゃんのいた客の相手はチャットでもしんどいわ。はーい、やっと仕事着いたか。チャットする前に入ってくれたらよかったけど、まあよしとしよう。それにしても予約名田中が異常に多いのはなんでや。みんな偽名なんやろうけど、他にもいろいろあるやろ。あ、五十嵐です。お邪魔します。今日は呼んでくれてありがとうございます。チャット見てくれてたんですか。嬉しい。変なコメントしてたやつかな。まあそのおかげで呼んでくれたんやったらいっか。じゃあお店に電話しますね。今お部屋入りました。はーい、絵になります。ありがとうございます。お釣りこちらです。あ、ごめんね、ちょっと歯磨いてないし、そういうのまだできやんから、ちょっと待ってね。じゃあ早速お風呂行こうか。これで歯磨きとうがいしててくださいね。え、さっき帰ってきたばっかでした。でもイソジンしてないですよね。うちそういう決まりやからお願いします。うわ、めっちゃ羽散らかすやん。イソジンなんやし、羽やんように下の方を向けてゆっくり出すとか配慮してほしいな。服についたらどうすんねん。そしたら洗っていきますね。あ、ちょっとそういうのもうちょっと待ってね。早くしたすぎてめっちゃがっついてくるやん。うわー、これいた客の予感や。そしたら先に拭いてて待っててくださいね。お待たせしました。今日めっちゃ寒いね。布団の中一緒に入れて。わー、あったかい。ちょっと待ってって、少し温まらせてよ。はいはい、じゃあ始めるね。え、先っぽだけって何？何の先っぽなん？いいわけないやろが。すぐとか時間の問題ちゃうねん。え、それやったらその子をまた読んだらいいやん。うちそういうの無理やから。そういうのしたいんやったらお風呂屋さんとか西成区料亭行き、今からでも間に合うで。あんまりすごかったら店に電話してスタッフ呼ぶ。それやったら最初からそういう業種の店行ったらいいやん。はいはい、もうおとなしくして。はい、お疲れ様。ちゃんとゴールできたね。じゃあシャワー行こっか。あー、うち連絡先交換ダメなんよ。ごめんね。あんたは嫌。携帯一つしかないし、昔ストーカーみたいな人もおって、もう連絡直接するのやめたんよ。ごめんね。予約とか問い合わせは店舗に電話してね。他の子はしてくれたん？そっかそっか、でもうちダメなんです。そしたらまたその子を呼んで遊んであげてな。あ、アウトコール来た。はーい、五十嵐です。バンのお車ですね。わかりました、今から出ます。じゃあ私これで出るんで、ありがとうございました。
さよなら。あ、店長、さっきの田中さんめっちゃいた客で、本気をバリバリしつこいし、5回ぐらい断っても。たのは15分で上がる人めっちゃ少ないんです。やっぱうちの動画で20分から上がりましょうとか推奨してるからでしょうか。20分が一番多いですね。そしてなじみちゃんに上がる時間はというと、素晴らしい、30分が多いですね。なじみちゃんとは長い時間楽しみたいですよね。こちらは YouTube のコミュニティでのアンケートの結果です。 Twitter よりは票数が多いので、こちらの方が信憑性高いでしょうか。やはり新規は20分が多いです。15分が思ったより少ないですね。そしてなじみちゃんの結果がツイッターと少し違って、こちらも20分が一番多くて、次が30分ってなりました。でも40分以上の方が 23% と、188票中約43人の方がロングコースっていう、使う人は使うねって感じです。 Twitter の応募期間が24時間なので、それに合わせてアンケート結果出してみました。またうちのチャンネルの登録者数が多くなって、新型ウイルスが収束したら同じようなアンケート取ってみようかななんて思ってます。では、今回の動画は以上です。また上がってってー。